めましたね。リヨングを前に出たリグナイト。ロングもシュカーソル気づけるか。ショートも出てきた。おお、ハソトリだ。ただファーストバターは黒。よくでも当てましたね今の。フリックでしたけど。振り抜きでヘッドショット当てました。うまい。奇策に出たがデップがここでバリオーブ。時間稼ぎのために使って詰めてきてるのが分かったので、これはかなりオープンな設置が可能になりますね。リグナイト、この一戦目、第一ラウンドから奇策に出ました。そうですね。ディフェンダースポーン側に設置をすることによって、ヘブンを取っ、シャワーを取ってるクローが。ボクシーナイン、まずはシャワー 1K で取りました。ボルトラインとしっかり合わせましたね。ヘラフターからラズ。ステップの位置な、アフターショック。前で2人で抑えている。カジノ入っているか、スモークラが耐えた。エコが1キル取ったが、テンのペイントダウン。まだチャンスはあるが。前に、いや、もう一発。この点のペイントダウン。最後は点が前に出てクアドラキルでこの第一ラウンドを締めました。逃げれるかどうか。いや、これてます、ね、スネークバイスも入っている。素晴らしいアビリティの合わせ技。サイトリアに対してここは評価のカバーが入った。フォクシーナインもキルを取っている。しかしここは噛みつかれた。ラズにキルを取られたものの評価早いですね。より人数状況は2オン3。残ったのはラズ、エルボー、ディモルトのダブルキルで抑えました。これで深くシャワーは占有しています。はい。ウィンドウ守るのクロー。ここはヘッドショット当てたものの、天のバンダル。あ、取り返しに行く。エコが前に出る。ただ隠れているシュガーゼロ。ここで隠れてるのうまいですね。これで武器も回収。確かにレイズしか映ってませんでしたからね。細かい情報管理も。ただここはディモルトがまず一人点を取りました。ただ A 来てくれる分にはラズランプ、ね、寄りますね。ここはテレポート。二人目が移った段階で即座に B に切り替えしましたね。でオープン設置と。ここは A ショート裏取りに行ってますね。できないと、まあ、もちろんその一度取ったフッカーというエリアをキープしておくためという目的はあったと思う感じになりましたかね。その間にウィンドは取ってる。ショット、フリックで頭に当てました。あ、ただここはショートストッパー飛び込んでくる。一人飛ばしました。あ、うまい。トラクター裏にすぐさま設置。フォーンフォーでのリテイク勝負になります。ランプ抑えるのは点前に出た。しかし北信内も入ってきていた。そのまま北信内前に出る。そのままダブルキル。デップも取った。しかしラズが一人削っています。そんな中北信内3人目。これはどうするのか。バリアオーブがあるので、さあ人数状況フリー。そしてバリアオーブもある。一人は削ったものの後方エコのカバーが入りました。リグナイト2本目獲得。ありますから北信内のいいところが出てますね。さあここも前に出た。ここもです。ファームもついてきています。先ほどと同じ設置をしようとしていますが、ここはコズミックリバイド。いや、素晴らしいインセンディアリー。これで設置少し時間を稼いでいるのがリグナイト。アビリティがどんどん来る。音が聞こえていないので早めにアビリティ切りましたね。遅れてクローが設置。ただここにはハンターチューリーワンヒット。そして大分のスライクも入れた。ただクロー生きてますね。クローのこのギリギリ生き残りましたよ。残り HP わずか。まだ3位と中生き残っています。ただこの設置だと、あ、クロー抜けてる。しかしディモルトが挟み込んだ。デップはこの位置、ラズの位置にプレッシャーかかっている。ザトー対応するか。ここはディモルトが射線を広げてきていた。ブルドッグ2人取った。ただディモルトが木箱も落として3キル目。まずはここで、ああ、いいスモークですね。ワンオンスリー。ここはスカイスモークで隠してからシャワー1人取った。しかし評価のカバーが入りました。ラウンドイーブンになりました。このラウンドゼータディビジョンはエコラウンド飛び出したところ、ラズのシェリフオペビニー飛んだところでエコがずっと待ってますからね。ただラズが2人取った。そして拾ったオペレーターデップ。これ評価裏取られてるぞ。ゆっくりと上がってきていた。さあゼータディビジョンスリフティなるか。残ったのはエコ。A ショートから 1V5。 最後は天が抑えた。ここ取れますか。そうで聞こえてると思いますが、どうだ。水をかけてきているが丁寧に入ってきていたですね。
ここはジャンピーク出てきたところダメージ与えました。ここでリザレクション A サイトには3名寄っているリグナイト、このアビリティの合わせによってウィンドウは取られてしまいました。リグナイト黒が抜いた、エコが撃ち落とした、また抜いた、エコこれはもう完全に止めている、ロング側デップがオペレーター撃ち抜いたものの時間がない、ウィンドウ側に隠れた黒、そしてフォクシーナイも合流した。こうなるとゼータディビジョンこれ以上進むことができません。タイムアップ、ラウンド取得はリグナイトです、はい、ただこれは明け渡す形にしかならなかったので、ここでも早めのハンターセーブ、ワンヒットだ、黒を撃ち抜きました。さらに当てた、いやこれでラズの HP が残りわずか、アフターショックも入ってきた、時間がない、ただここはデップオペレーターで一人抜きました。その間テンシュガーゼロと続いている、あと人数状況はフォーム2ゼータディビジョン耐えています。ここは2人が抜いた、正面を抑えたテン、ラストはデップオペレーター、せろまた A ショート前出ますか、さあ早いぞ早いぞ、ホールトライも入っている、ファーストバッターフォクシーナインだ、ここはワンキル取って下がりました。その代わりラズが一人でシャワー手前まで取ったんですが、これワンピック狙いに行きますね。おお、スカイスモーク抜けるところエコがしっかり見ていました。ただ A ショートからは点ブリムストーン、ディモルトが落ちた、ショーストッパー前に飛び込んだ、ブラストバック飛んで、おお、いや浮いた、避けた、なんだそのコントロールは、ランプの打ち合い、HP が削った、壁抜きをしている間シガーゼロが抜けてきた、2オン2だ、ただこれシュガーゼロは取り残された、あー手間に入れた、ただフォクシーナイン、いやシュガーゼロたった一人でこの A サイトを抑えてみせまでも使うといった使う、はい、要因なんでしょうね。運用としてはそんなこと変わってないですからね、クールタイムが伸びたっていうところ、コスミックリバイド、ラズはヘッドショット受けてしまった、積極的に前に出てきた、シュのスクッついた、評価のファーストブラッドだ、いや遅延してる間に味方寄ってきますよ、今回もインセンディアリー、アフターショックをふんだんに使用、スパイクの設置をさせない、ワープ対策してるぞ、エコが待っている、エコが待っている、次は待ってる、削り切った友よ、ディフェンダーサイドがゼータディビジョンになりました。速い攻めだ、おー、まずランプを取ったフォクシーナイン、そしてフォクシーナイン、ラズが落としたショーティーを拾った中、ショートの裏取り点、ディモルトいいとこいますね、まだ我慢、まだ我慢だ、ディモルトが出た、後方の黒どうだ、ここはディモルトが削り切った、お、この上でこれデップがすでに解除に入っているが、あーブラストバックで止めた、シュガーゼロが一人で取ったものの、ディモルトフォクシーナインで削り切りました、サイトの中に入らせる、入れてしまっても良いという判断を取りました。さあここからリテイクです、広くそして高い前線で守っているのがリグナイト、ゼータディビジョンは足並みを揃えて取りに行きたいところだが、フォクシーナインだ、上も取った、ランプも取った、正面ラズがダブルキル取った、しかしまだ人数不利を背負っている、さあどうする、解除難しいですねこれ、解除阻止のインセンディアに飛び込んできた、あーギリギリ、ここは危ないところでしたがリグナイト、フォトラインがあるのでどうしても手前で抑えるのは難しいか、ウィンドウスター押さえているのはテンダ、ここは近距離ワンキル取った、2キル目も取った、3キル目も取った、横からはデップ2キル返した、しかしここはうまくダブルピークで対応した、残ったのはラズ、ただ評価の HP は残りわずか、ワンオーツーシチュエーション、ラズはエルボーからの取り返し、エルボー見てないですね、これどうするのか、2人でディフェンダーサイドを見ている、ゆっくりと上がる、ここ先に出てきたのエコ、一瞬エコが先に視認しましたね、入ってきたフォクシーナイン、ウィンドウ取りに行った、
正面は黒見てましたね。黒がフォクシーナイン、天は黒を取ったか、エコがその天を取りました。塞いでますね。スパイク設置、リグナイト、 A サイトに設置はできました。ずいぶん広がってますね。そうですね、エコは B サイトは解除阻止でインセンディアリー打つんでしょうけど、この位置からですね、浴場側からの解除阻止。いやー、エコがぐるっと回っていく。シュガーゼロの裏取り、フォールトラインでプレッシャーも与えている。シュガーゼロ前に行くのが難しい。おっと、ずれてるぞ。インセンディアリー、バリオーブずれている。バリオーブ時間を稼いで、おー、解除を通し切った。ゼータディビジョンディレクティ、一本つなぎました。ビーコン、そしてこのオールドローンともに入っていくガイディングライト。ここでショーストッパー、さらに大事だ。テンが飛ばしたが、ファイトはすでに黒が入っている。ただシュガーゼロがダブルキル取った。そしてラズも一人を落としています。うーん、エコショックボルトでテンを確保。どのリグナイトように前に出るが、評価が置いていました。クローがキルトレード取ったものの評価。ここでデップのリザレクション、しかしローリングサンダー、フォクシーナイン、ディモルトと続いた。その間にランプすでにもう入っています。リグナイト、このゼータディビジョンの前の爪を押さえました。ディモルト、そしてエコでラズのラドリア見ているが、ラズ抜いた。勝ちましたね。どこ隠れてますね。足音聞こえてますよ。ラズの足音も聞こえている。ゆっくりと上がって確実にこのラズを仕留める。そうなんで、シュガーゼロが解除に入っている。これはガチか。ハースター正面、うん、ここはディモルトが抑えます。がもうないんですけども、フォクシーナイン警戒しますね。ホールドライン、しかしジャッジには関係ない。2キル取った。ここは一発当てたものの黒のカバーが入りました、うん、ただ人数有利はゼータディビジョン。でも黒かなり体力持ってかれたので。そうですね、うん、ワンヒットヘッドショットまで入ってましたから、ちょっと攻めるの難しくなりましたね。確かにジャッジであれば今のようなフォールドライン合わせの対策はできますね。A ショートシフトですが、グラビティベル、今度はスネークバイトの合わせ。いいところに落ちてますね。ロングレンジヘブンを落とした評価。残り時間は20秒、少し時間が少なくなってきた。アフターショックを入れて A ショート側の設置、設置を一回止まった。残りデップが抑えた。うまい。残ったら一人だ。時間がない中、最後はデップのダブルキルによってリグナイト。最初の速い攻めとは裏腹にゆっくり攻めていました。ここから一気に入っていく。ただシュガーゼロのファーストブラッド、テンはこのポジション。しかしエコが抜いた。なんもう田中も取った。ダブルキル、横から反応したものの、ここはデップ。残り時間は23秒。ここでオービタルストライク、リグナイト、 A シフト15秒。その瞬間にバイパスビット来た。ラズが待っている。止まらない。 B でキャリアスパイク落ちた。あと10秒、あと10秒。敵残り、これ以上先には進ませない。ゼータディビジョン徹底的な時間管理。最後はラズのスモーク抜き。ゼータディビジョン逆転でマッチポイント。マッチポイント。いや、素晴らしい対応力でしたね。エコが切り開いていったので、このまま A 設置してもいいんじゃないかと、まあ我々の目線からは思ったんですけども、ここでハンターツイリを打ったのはエコ。ヘブンに対し打ち込むものの、そのヘブンにはまだ誰もいない。その間シュガーズが入ってきたところ、黒が抑えた。ラズがワンキル取ってキルトレード、ここ重要だぞ。後ろを抑えるのは強化、壁抜きでダメージを与えている。フラッシュバック高く飛んで、ここはジャッジで飛び込んだもののフォクシーナインのカバーが入った。これあるぞ。どうだ、リグナイト追いつけるか。しかしラズのスモーク抜きだ。残り1名、ハブレット乗った。フォクシーナイン1人削ったものの、最後はデップが打ち落とした。進行ないのがバレましたね。そうですね。ただその間にすでにこの B サイトには黒が入っている。リコンボルト、そしてゼロポイントでクリアをした中、決まったぞ。アフターショック、アフターショックですね。設置ができない。フォクシーナインが前に出てワンピック取った。そのまま2キル取った。問題は設置ができていないこと。強い、打ち直して3キル目を取りました。ただサイドにはシュガーゼロ、残り1名、ワンオンツー。
残った評価も取り切った。シュガーゼロで、まあ、できるだけこう相手には攻めてきても寄せて守るようなことができると。さあ3チャレンジだ。リグナイトパーソナル評価、ただ角に隠れていたシュガーゼロ、評価のカバーが取ったものの、天がその評価を落としました。最後残ったのはエコ、サイドに回り込んだものの、サイド裏デップの位置はバレている。サイドにはタレット、さあどうだ、リモルドのファーストラット、正面フリックショット、オクシーナに2人もけ取った。しゃがみながらのピークも抑えた。 B サイトではディモルトが抑えている。丁寧にヘッドショットから胴体狙って、そしてフラグメント、アビリティだけで全部クリアリングしてる。ホクシーのこの入り方、ワンキルツーキル、ファイトラも取った。ゼータディビジョンにこのキュービーのキツネが襲いかかっています。でも A の守りに風穴を受けました。ミロングだ。そうですね、ブリンクアウトできるので飛んだところ、どうだ、ブレイスとストーム、ここはホールドラインとのアンバー、いやーまた見えた、どこから見たことあるプレーだ、これが神のこと言われるゆえん、4人取った、デップがさらなる領域へと昇華する。早めに打てるのはクロー、少し進行が止まっています。得意のザーラスがまず抜いた、スプレーで後方も抑えている。黒の2キル目、黒が1人取ったもののラズのトリプルキルだ。抜けがないですね、体力ないのもバレてる。最後は後ろからシュガーゼロ、シン浮いています。C9がデップの位置を置いてるかどうかが気になりますよね。さあ点、ここは少し難しいか。さあ黒が動いたタイミング、デップが抑えました。いやーうまい、うん、エコのドローンに対してはアフターショック。さあここはテイルウィンドを展開したデップ、ホクシーナイン獲物を探している。どちらだ、テンとクロが先にキルを取った。横に回ったホクシーナイン、しかしゲーシあらかじめそうですね、ナノサワも投げているので。さあここはパラノイア、ラズ、おっとテン食らってしまってますね。ただラズが立ち回っている、角に入ったスモークの木も入っているが、まだ横に入っているラズ、評価ダブルキル返した。裏反応しましたね、アランボトルバレました。あ、設置位置を変えた、サイト裏設置に変えました。スパイクを設置、シュガーゼロ1オン3、下水道からの取り返し、しかし銃口が見えていました。リグナイト4本目獲得。あ、今度お間に合った、これヌルコマンド読んでましたね。シュガーゼロはネビラの中隠れている。フォクシーナインがシュガーゼロ落とした、そしてエコはラズだ。5on 3の状況です。ゼータディビジョンが2名削られたこのラウンド、裏にはタレット、うまいですね、エコの存在を隠していますが評価がつっている。正面ではデップクローの2名での取り返し、丁寧に落ちる、いやてここはスプレーで2人を持っていこうって習っている。ジャンプしながらガイディングナイト、ここは評価を抑えました。正面ではディオールのフォクシーナイン、今度は難しい位置なので、はい、さあ一気に早く来た、天の位置はバレた、パラノイアが的確に入った、いや抜いた、ちょっと見えていた、ただエコのカバー、ちょっと早めに黒入ってる、そのままダブルキル、これで人数有利を作ったのはイグナイトです。設置も通った、自分たちのピックマック、リードを持って折り返せるか、ラズが入ってきた、黒が抑えたもののシュガーゼロのカバー。さあデップが飛び込んだ、ヘブンした、抑えた、どこにの一人も振り向いて倒した、デップ、最後目ヘッドショットし、かなり黒のフラッシュダルブを警戒しますね。さあトレイルブレイザーの合図に合わせてフラグメント、ここはフォクシーナイン、スタンを食らっている中フリックショット、それを当てるか、シュガーゼロワンキル取った、お互いのキル交換、スリーオンツー、人数有利はリグナイトです。ガレージ残っている点、ワンオンワン、意地分かっている、削った、武器の差では点が有利、噛み合う、お互いロングに行った。
あと30秒。さあ、今度は C ロングで勝負をしようじゃないか。読み勝った。裏を見る役割。タレットと共に、裏側 A ロビーの進行を見ています。さあ、スパイク設置が通りました。C9 の裏取りは、シュガーゼロ。トップラッシュから。しかし、キルログが真っ赤に染まった。エイムを置いています。さあ、ピーク。ここは少し引っかかった。ラスが前に出る。フリックショット抑えた。ロックダウン。これ止めれないですね。いや、ただその位置からだったら。いやー、そうですね、ここは。これなら壊せるが。どうだ、赤いはできました。その間にペッペがワンピック。黒のダブルキル。しかし、ラズのカバーが入りました。残り時間は10秒。ただ、スパイクの設置が通りました。リグナイトは2名での取り返し。正面、ゼータディビジョンは3名。90度のクロスで抑え切りました。早めに切りましたか。さあ、このオフアングル。ファーストブラッドはフォクシーナイン。クレジット状況的にもリグナイトはこのラウンドは欲しい。そうですよね。これ、手前にいるの分かったね。そうですよね。ローリングサンダー来ますよね。早めに潰しに行ったが関係ない。なぜ持っていける。こっちは関係ない。シガーゼロ、後方回り込んだ。シガーゼロが一人取った。スパイクをかけ、ワンツー。ただパラノイアが入った。いや、ただこの空間把握能力、しかし出てくるところもしっかりと置いていました。9対9です。あ、これアラームボットが反応早いですね。これ早いですね。3位と裏にはノバパルスも入っている。なんとか逃げましたね。カバーで入った評価も完全に下がりました。さあ、テップの位置、少しスモーク抜きが怖いか。おお、ダブルショット。ああ、ここは設置が通らない。キルトレードはリグナイト一本勝っている。しかしラズが一人削った。シュガーゼロも続く。最後の一人だ。本当に一番勝った。最後を抑えたのはシュガーゼロ。一本リードを握ったのはゼータディビジョン。C ラッシュ正面入った。ただ中で守るのはリグナイト。ファーストラッド評価。これ以上前に出るとアビリティもらえます。いやー、ここは先に思ったり前にいる。フォクシーラインの車線が通るのが早かった。逃げても無駄。ここで C かを切った点。まだ C サイトには人数が集まっている。 C かも2つ飛んでいきました。これを受けてゼータディビジョンはどうするか。いやー、点の位置が苦しい。しかしロング側の進行もありましたが、リグナイトを抑え切りました。位置が分かった。飛んでるところ撃ち落とした。デップのブレイドストーム打ち切った。バンドルは回収。ただホールドのパラナイアも入ってきた。ガイリングライト、お互い何も見えない状況。全員中入ってる。線抜きる。黒をシュガーゼロ強化のダブルキル。しかし最後はラズが削り切りました。ラズが A サイト側。ああ、抜けるんですね。あくまでこれは本命の C サイト。ラズはラクです。お互い面白い立ち回りになってますね。正面ディモルトが抑えた。ここは黒手もカバーに入った。いや、僕じゃない、早いぞ。さあ、どうだ。裏からはラズがやってくる。タレット置いた。いや、素晴らしいタレット。フォクシーナインの位置が分かった。ワンオンツー、惜しみなくているローリングサンダー。なんとか逃げた。さあ、これで合流できましたね。アフターショック。少しでも時間を稼ぐのがゼータディビジョン。タレットを破壊した。そのタイミングでのダブルピーク。そうですね、このかなり早い展開の中でのコミュニケーション見事でしたね。はい、フォクシーナインは早めにガレージから詰めたことによってテンが倒されてしまった。ただ、そのフォクシーナインがガレージにいるのを察知した瞬間、即座にクロスディビジョンが2回戦進出に王手をかけました。いやー、このラウンドで勝負した。評価を抜いたぞ。シガゼロのファーストブラッドから2キル取った。いや、設置も通った。リテイク難しいぞ。シガゼロの位置を見に行く。エコが1キル取ったものの A サイトでのスパイク設置が通りました。さあ、リグナイトどうする。ウィークワンオープンクリファイアのリベンジなるか。いや、これパラノイア手前で使わせたので、このエリアコントロール、リモルトの位置も抑えている。さあ、残りは1人だ。その